ドミトリー・エドワルドビチ・コズロフスキーは、ロシアの男性フィギュアスケート選手。ロシアサンクトペテルブルク出身。パートナーは、アレクサンドラ・ボイコワ。2020欧州選手権優勝。2020ロシア選手権優勝。2004年に4歳でスケートを習い始める。シングルスケーターとして、アレクセイ・ミーシンのチームでトレーニングを受けていたが、2015年の7月。 ペアスケートの訓練を受けるため、タマラ・モスクビナのチームに参加する。その年の11月、ペアに転校したばかりのボイコワートペアを結成する。結成からわずか10ヶ月後、国際大会のデビュー戦となる、ジュニアグランプリシリーズモルドビア・杯で、銀メダルを獲得する。続くシリーズ第2戦、ブライオン・シュベルター・杯では4位となり、ファイナル行きの切符を手にする。12月に、 マルセイユで行われたファイナルではパーソナルベストを更新して銅メダルを獲得。同じく12月に行われたロシア国内選手権にはシニアとして出場し6位に入った。さらに2月に行われたロシアジュニア選手権では優勝。3月には世界ジュニア選手権に出場し1位のアレクサンドロフスカやウィンザー組に2.05点差で惜敗するも 銀メダルを獲得した。JGPS ラトビア大会では銀メダル、続くクロアチア大会では銅メダルを獲得し、ファイナルでは5位となる。10月には初のシニア国際戦となるチャレンジャーシリーズミンスクアリーナアイススターに参戦し、パーソナルベストを更新して優勝した。1ヶ月後、CS2000 目のワルシャワ杯では銀メダルを獲得する。この年、 ロシア選手権にはシニアとして参加し5位、ロシアジュニア選手権では4位となった。CS2000 からシーズンのスタートを切り、ロンバルディアハイでは2位、フィンランディアハイでは3位。10月末、スケートカナダでグランプリシリーズのデビューを果たす。この大会ではパーソナルベストを更新して4位。続く11月のフランス国際では銅メダルを獲得する。 このシーズンのロシア選手権では、ショートフリー共に3位で、総合3位となった。1月、初参戦となった欧州選手権で、パーソナルベストを更新し、銅メダルを獲得する。ありがとうございます。